ベンジャミン・ベンジャニム・ムワルワリは、ジンバブエ出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションは FW。ムワルワルとも表記される。マラウイ系の両親の間に、ジンバブエ第二の都市、ブラワヨで生まれ、国籍は生まれ育ったジンバブエを選択した。南アフリカ共和国のジョモコスモス FC で活躍し、2001年に、スイスの名門クラブ、グラスホッパーに、 レンタル遺跡。しかし二十五試合で一得点に終わり、アフリカへ戻る寸前だったが、フランスのアージオセールのベテラン監督ギールーに発掘される遺跡。当初は、a ー FW ジブリルシセの機械的な役割だったが、シセの怪我で巡ってきたチャンスを生かしゴールを連発した。UEFA チャンピオンズリーグ二千二から零三では、グループステージのボルシアドルトムント戦でゴールを決め、 ジンバブエ人初のチャンピオンズリーグでの得点を記録している。2006年1月にオセールからプレミアリーグのポーツマス FC に移籍。移籍金410万ポンドはポーツマスのクラブ史上最高額だった。プレミアでプレーするジンバブエ人選手は GK ブルース・グロベラー、FW、ピーター・ヌドロブに次ぐ3人目。2008年1月。 マンチェスターシティ FC 遺跡が内定し、遺跡期限最終日の1月31日にマンチェスターで契約を済ませる予定だったが、登場予定の飛行機を乗り過ごし、現地到着が遅れたため遺跡が白紙になりかけた。その後、リーグ側が特例措置で遺跡を承認しことなきを得た。遺跡金は387万ポンドで2年半の契約。2月10日に、 オールドトラフフォードで行われたマンチェスターユナイテッド FC とのマンチェスターダービーがデビュー戦となりゴールを決めて1から2での勝利に貢献した。2010年2月2日、サンダーランド AFC に期限付き移籍した。6月8日、契約満了に伴いシュービーニョやマルティンペトロフラと共にチームを対談することが発表された。2010年8月27日、 ブラックバンド・オーバーズ FC に移籍した。10月30日のチェルシー FC 戦で移籍後初ゴールを記録した。2011年8月13日、ポーツマス FC に復帰した。18試合1得点に終わり、かつてのような活躍は見せられなかった。2012年10月3日、プレミアサッカーリーグのスーパースポートユナイテッド FC への移籍が発表されたが、後に破談となった。 2013年2月27日、チッパーユナイテッド FC に移籍。その後ビットベストウィッツ FC に移籍した。1998年にジンバブエ代表デビューを果たし、アフリカネーションズカップ2006号からキャプテンを務めている。ありがとうございます。